松竹蒲田に名物あり、その名を栗島澄子という。大正9年のこの頃、我が国映画女優の草分け栗島澄子さんが銀幕に登場してますね。それ以前の女優さんといえば、この川上貞奴さん、松井須磨子さんなんて人たちがいたんですが、映画女優として名を成したのは栗島澄子さんが初めてです。何でも新聞記者のお父さんに勧められて舞台に立ったそうですが、そのうちに映画にスカウトされたそうです。デビュー作品はヘンリー小谷脚色撮影監督によるグビ人相。そして船頭小唄に主演すると人気は爆発。スミちゃんならでは世の明けぬ松竹蒲田の全盛時代を作り上げたんです。さて、これは栗島さんのご主人池田義信監督、栗島澄子、岩田雄吉主演のホトトギス。これはもう本当にお芝居でもみんな名優の方がやってらっしゃるし、波子っていうものは一つの波子の型というようなものができてるわけです。まずこう美しく竹雄と波子の大ロマンス、これまた不安の涙を絞りましたが、さて栗島澄子さんは今もなお元気で踊りのお師匠さんとして活躍しています。